123番をつけます。アディスメンサー。さあ、流行る気持ちを抑えながらマシン運んでいく。ここまではかなり速い。さあ、アディスメンサー、この高いステアは D1 では見事表彰台第3位を獲得しているライダーです。さあ、今シーズンもこの開幕戦日本ラウンド表彰台に上がっていくことができるか。前を行く2名のライダーにね、グッと入っていきたいところ。さあ、このステア、おー、うまく上がっていった。ちょっと今クロスを突っかかりすぎたかなと思ったんですが、さあ、巧みなコントロールでリアタイヤ運んでいく。さあ、最後はセクションの中盤、この出だしを超えれば割と勢いよくね、通過をすることができそうです。さあ、岩、1つ目、2つ目、うまく走らせていった。ナイスクリア、アリスミンター。イギリスのライダー、クリーンを12セットで出していった。さあ、続いてはゼッケン117番をつけます、マデレーヌ・フーバー。さあ、この高い塀も力強く上がってきました。アシスタントもね、女性が務めてますね。さあ、非常に軽量なガツガツのマシンを操っていきます。昨年のランキングは第7位です。ここまでね、トライアルウーマン、トライアル GP、 ウーマンクラスでは自身最高位は6位でした。このマデレーヌ・フーバーはアメリカからやってきたライダーです。このアメリカの、ね、選手権においては女王とも呼ばれている、このマデレーヌ・フーバー、見事12セクションナイスクイーン。さあ、続いてのセクションに、アントニア・ラベーノ、うわー、この高いステアもあっという間に超えていきました。昨年のランキングは第3位。結構細い方だと思うんですが、力強く走っていきます。ベータのマシンを操っていく。さ
壁高くに捉えるチームのライダーです。さあそして最後12セクションの終盤はさあイタリアのライダーアンドレア・ラビド入ることができた。タイガーナイキン。さあ続いて皆さんご注目ください。このトライアル GP プラスなんとファイア GP ウーマンクラス9回もチャンピオンを取ったのがこのライダーです。ゼッケン101番をつけますエバーブリスト。さあこの高いステアの前ではしっかりとマシンのパワーを伝えていく。誰もこのステアを怖がらないんですね。さあリアタイヤだけで軽々と上がっていく。さあ次の斜めの岩のアプローチはどうか。さあ自分のラインを右出してフロットもでうまく当てながら試していきました。さあそしてこの岩も越えていく。きれいに走っていきます。さあここまではノーミス。さあこのトライル GP 馬の女王とも呼ばれるエバーブリスト12セクションうまくまとめていくことができるか。おフロントを大きく上げていく。さあバランス若干崩したように見えましたがナイスクリーエバー。さあそして続いてトライをしていくのが次世代のねこのクラスを率いていくライダーとも言われています。ゼッケン121番をつけますベルターベラン。このベルターベランはですね昨年開幕戦はね優勝を獲得をしたんですけれどもそれ以外は全てエマが優勝そして自分が第2位という結果が続いている。今シーズンまずはいいきっかけを作っていきたい。そのためにはまずはノーミスがマスト。ザ・ナイスクリーンベルターベラン。いやトライアル GT ウーマンクラスのライダーたち本当に力強い走りですね。こんなに高いステアセクションを、ね、越えていきました。さあベルターベラン選手2周目もね頑張ってください。いってらっしゃい。さあゼッケン21番をつけます。トライアル GP クラスのライダーがもうやってきちゃいましたよ。さあトビーマーティン。さあここまでとは違って一番難易度が高いこのステアトビーマーティン。さあ仕掛けが上がっていった。落ち着いて走らせていく。さあそして最後はこの巨大な丸太上がっていくことができるか。まずはその手前の岩をきっかけに上がっていった。さあ一回足はついた。足ついちゃダメなんだ。さあトビーマーティン1点限定で通過ダイスファイト。皆さん大きな拍手。ダイナミックでしたね。多分ちょっとね時間が気にしてみんな座ってもらわないからこの12セクションほとんど下見してなかったよね。あ次もそうだ。結構ライダーたち急いでいる。このトライル GP クラスのライダーたちかなり時間がなさそうですね。
さあ続いてはゼッケン56番をつけます、ミケル・デラベルト。なんですが、今のミケル・ディラベルトはこの後12時15分30秒にこのラップを、ね、終了しなきゃいけないんですよ。なのでもうあと1分ぐらいしかなかったんですよね。そうですね、あと1分ぐらいしかなかった。だからギリギリ通過できたかもしれないんですけど、ちょっとこう思っていたような、ね、走りで通過することができなかったと焦ってたのもね、ちょっと結果につながってしまったのかもしれませんね。2ラップ目期待をしていきましょう。こんな風にライダーが失敗した時に叫んだり険しい表情がよく見れるのもこのトライアルの醍醐味の一つです。お、笑顔でやってきましたよ。こちらも時間がないので下見なしでセクションへと挑んでいく模様です。ゼッケン73番をつけます、ブノア・ビンダス。昨年はね、怪我もあって苦しいシーズンだったんですが、ブノア・ビンナスは12時17分に、全ての、ね、セクションを終えなきゃいけないのであと2分です。ここにさあなので間もなく入っていきます。さあ今セクションにかなり時間はギリギリです。できるだけで早くオードファン1つ目、できるだけ1分30秒もね、超えないようにはもちろんなんですが、早く1周目を終えていきたいはず。この1周目の設定時間が迫ってきています。12時17分さあ残り1分30秒です。さあこの一番高いステア、さあ今一度集中力を高めてこの壁に向かって上がった。ただちょっと時間が気になる。さあ向き変えて飛び降りていく。さあここまでで足つき1回減点は1つです。足つき1回で減点は1つ。さあ2つ目の岩まで越えていく。さあ落ち着いてトライアル GP クラス。さあ残り時間が気になるところ、最後のこの丸太はどうか。上がっていった。タイムは大丈夫か。さあこれで減点1で通過。さあ急いでね、1周目の終わりチェックを受けていただきたい。急いでた中でもやっぱりね、しっかりとその前のステアを、ね、見据えてましたね。ブノア・ビンガス減点1で通過。急いで急いで。かなりライダーたち急いでいます。急いでいるけどそれを容易に許してくれるようなセクションではありません。続いてはゼッケン28番をつけます、アニオル・ジェラベルト。ティアガーレースのマシンでの参戦、ここまではかなりスムーズだ。さあこのステアに時間が取られないといいんですが、アニオル・ジェラベルトは12時18分30秒がね、一周終了の時間になっています。おー、まっ超えていった。さあ1周目の持ちタイムまではあと1分を切っている状態。セクションタイムも気になるが、できる限りスピーディーに超えていかなければならない。ここまで減点は1。丸太へと向かっていく。さあ向きを整えて、さあアシスタントもかなり時間を気にしている状態だ。さあニオル・ジェラベルト、丸太うまく飛び乗っていった。さあ急いでセクションを終えていく。
ナイスファイト。ただここまでトライアル GP クラスクリーンはありませんね。とはいえ減点1つで超えていきました。さあ続いては大ベテランのライダーです。6秒8番をつけます。アダドラが昨年はトップアナウンサーの、ね、紹介でもありましたが、昨年は足の、ね、怪我でこの緊急手術を、ね、しなければならないシーンがあったわけなんですが、それでもまたこの世界戦という舞台、そしてこの日本にも戻ってきてくれました。アダム・ラガ選手は12時20分までに1周目を終えなければなりません。残り1分、ダイナミックな走り、一気に降りていった。結構ライダーたち急いでますよね、武田選手、はい、そうですね、もう時間がないので焦ってますね。そうですよね、はい、さあいきなり登場してくれました武田陽美子さん、解説よろしくお願いします。うわー、飛び乗っていったアダム・ラガ、これはうわー、ナイスクリア、アダム・ラガ。ただちょっと時間はあと30秒かな。お、あと30秒だ、大丈夫だ。ちょっとこっちがヒヤヒヤしちゃいますよね。そうですね、まあけど毎戦、ほぼ毎戦みんなこんな感じなので、うん、はい、はい、はい、ギリギリ瀬戸際というのもですね、この定められた2時間という時間を超えてしまうとどうなってしまうんですか。1点引いたり、あ、1分ごとに1点引いたり、うわ、1分ごとにここまで足をつかないようにね、この1点を失わないように頑張ってきたのに、1分ごとに1点も減点されちゃうんですね、はい、うわー、これは大きいですね、はい。やっぱり武田選手が走っている時も、はい、このタイムっていうのは結構時間ギリギリになりますか。そうですね、まあ、緊張感があって去年とかはこういうトランジションごとにっていうルールはなかったんですけど、もっと正直今年はそういう当てて走るとかは皆さんないのかなと思ってたら、やっぱりありましたね。ありましたね、はい、まあ、特に1ラップでは、ね、そういうのも多くなることが多いんですが、アセクションを今トライをしているのはマテオ・グラサローラ、アシスタントと声を掛け合いながら、結構スピーディーですね、ここまでは、はい。さあそして一番高いこのステア、アシスタントが待ち構える。おお、今超えることはできなかった、マテオ、ナイスファイト。皆さん盛大な拍手をお送りください。今やっぱりちょっと迷ってしまいましたね。ここ登ってからも、あの下見てたはずなんですけど、回ってきてかわからないですけど、先が大丈夫かってだんだん聞いてたので、そうだったんですね。はい、選手、もうスペイン語が、今のはイタリア人。イタリア、はい、イタリア語がわかるんですか。ちょっと似てるんです。すごい。はい、今、私はイタリアとスペイン語の違いもわかんなかったんですけど、すごいですね。完全に焦ってましたね、今。そうなんで、ちょっと今、まあ、この GT クラスのライダーたち、本来はこのトライアルというセクションは下見をしてから入りたいんですよね、はいはい、ライダーはね。まあそうですね、走る大会の順、はい、下見的なんですけど、うん、まあ、ただ、ね、走る直前にはね、一、はい、回チェックをしたいですよね。さあここでやってきたのは、もちろん表彰台に食い込んでくるであろう一人です。ガブリエル・マルセリ、時間も気になるところなんですが、ガブリエル、このレプトのホンダチーム、パッコリチームで戦っている若手のライダーです。期待が高い。この1ラップ目は12時23分に終えなきゃいけないので、あと30秒だ。さあちょっと厳しい、この時刻を超えてしまうと1分で1点の加算です。さあこの高いステア、ちょっとしっかり落ち着きますね、一旦 ね、これもう大変手ないで覚悟だと思うので、あと50秒セクションの時間はあるので、なるほど、その辺りもアシスタントの方もこのチームに計算してますね、はい、してますね。さあガブリエル、ここぞという前線で最後集中高く、うわー、うまい、しっかりあと30秒、さああと30秒、ただこの丸太もかなり高さがある、手前の岩でちょっときっかけ作って上がっていくんですが、さあ落ち着いて、おお、
結構最後余裕のある飛びつきに見えましたね。そうですね、落ち着いてますね。いやー、思わずね、皆さん拍手が起こっていますが、さあ、ということでガブリエル・マルティン見事通過。お、そしてハイメ・ブスト選手よりも先にやってきたのは絶対王者、絶景一番をつけましたニューボー。そうですね、ハイメ・ブスト選手ちょっとバイクが壊れちゃって、あ、そうだったんですか、はい、全部あのバイクを押して金属全部回ってるので、今パドックで直してる最中。うわー、これは苦しい開幕戦を迎えている。ガスラスハイメ・ブストということで、このポニーボーが向かいのない走りでこの最終セクションを作っていく。ガブリエル選手と今3点差の状態でこの12セクションを持ってきています。食べるか、イメージ通りって感じだと思います。いや、誰よりも余裕がありましたね。自分のそのイメージする走りを体現するその技術力、ここまで17度のチャンピオンを獲得している絶対王者ドニーボー。さあ、1周目のラップ時間12時26分も迫っている。この前沢はうまく超えていった。ちょっとフロント上がりすぎた感じもしましたね。まあそうですね。さあ、ということでドニーボーナイスクリーン。2周目にラップでも頑張ってください。ドニーボー見えたらね、お子様に優しく接してください。マジョトはやめてください。感染は譲り合って楽しんでください。佐々木の使用は今岡村選手が準備をしますので、後ろにいる方に気をつけてください。カメラのレンズを見回さないように気をつけてください。森の生き物は大切にしてください。タバコ、ゴミの混入はしないようにお願いします。佐々木の使用は周りの方にご配慮ください。選手にお伝え中にですね、まだセットを回っている間にサインを受けるなどはおやめください。ぜひ皆さんのご理解とご協力お願いいたします。合わせまして、エンジョイホンダチケットをお持ちのお客様にご案内です。エンジョイホンダにご来場の皆様にはぜひですね、このトライアル世界選手権も楽しんでいただきたいと思います。速さを追求するのではなくて、ヌバーサを追求する世界選手権です。このコースの魅力ぜひ味わっていただけます。そんな皆さんにはですね、追加料金、お一人様当日有効1500円、またはお二人2000円ということで、追加料金を支払いいただきますと、
ぜひですね、こちらの中の誘導エリアと言われますところの、トライも見ていただけますのでね、ぜひこの際はエンジョイホンダチケットをご提示いただきまして、お求めいただいて、さらにこのツーラットで楽しんでいただければと思っています。合わせまして、今日気温が高くなっておりまして、この後27度ぐらいまで気温上がる予報が出ておりますので、十分ですね、熱中症対策してください。水分補給、塩分補給していただいて、この後2ラット目も楽しんでください。さあ、ということでこの第12セクションなんですが、午前中からですね、スタートをしておりますこの大会なんですが、今この12セクションに来ているライダーですが、2周目、これも最後のセクションになっているので、最後のトライ、今日の最後のトライということになっています。現在今出て780番のヨナサンピック選手がスタートエリアからですね、入っていきまして、まずはフューズ管バックルですが、このフューズ管穴は開いてなくてコンクリートちゃんとね閉じているので、その上を、上がっていけるんですが、ただここかなりこう高さがある、そういったセクションになってますので、助走がないところで一気に上がっていかなくてはいけないんですが、ここまではどうやら減点はなくしているようです。1回足などをつくと1点減点、2回つくと2点減点、3回つくと3回減点、それ以上は何回ついても3点です。例えば足をついたままバックしたりとかしてしまうと5点、体とバイクが離れてしまうと5点、いくつかのルールがあります。で、今オブザーバーさんがこうやってゼロって出してるってことは0点クリーンで通過、ナイスクリーン。さあ、ぜひ皆さんですよ、この0点とか1点とかミニマムで受けた時にはですよ、大きな拍手を送ってくださいね、よろしくお願いします。現在今この12セクションに来ているのは青色のジロゼッケンのライダーたちです。トライアル2というクラスのランドを選手しました。256番の広畑慎也選手がやってきました。今シーズンは世界選手権、ついに進んで世界選手権、当然2年目のシーズンになっています。このようなこのシーズン1つ目、これ見ていただくと分かるんですけど、ホイールベース、この前のタイヤと後ろのタイヤの間ぐらいのね、その距離感しかないので、そこをうまく、はい、切り抜けていく。今シーズンその世界で練習を重ねて世界に挑戦をしてきて、一回りも二回りもですね、体格もそして技術も大きくなって帰ってきました。さあ、ここから一気に飛びついていく、ここまでいいですよ、0点できている。さあ、ここから丸太だ、丸太、ここ切り株になってますから、いいところにまずは登っていかなくちゃいけないんですが、ガタガタのところうまくいったぞ、いろはな選手に勝ち上がり、さあ、広畑選手、いい形でどうやら今日を締めたということになりそうです。さあ、続いてはアルフィーランキーがいきます。ゼッケン222、世界のこのトライアンのですね、最強の DNA を持つアルフィーランキーがこのトライアル2クラスに上がりまして、初めて日本にやってきました。ちっちゃい頃はお父さん、自分の赤ちゃんだったときにお父さんが、まあ、現役のトップライダーだったというところで、今回はお父さんがマインダー、自分がライダーで帰ってきたということになります。さあ、初日開幕戦のこのボテギのラウンド、どういう風に見ているでしょうか。ここまで各ライダー0点できている、そしてワンラップなどですね、比較的ここ、なんていうんですかね、クリーンセッションといいますか、はい、見せ場のセッションということになってますので、ここは1点を取ってしまう方が不利です。なるべくもミスなくいく。さあ、いいペースだということで、今お父さんが声をかけましたよ。右側の切り株安定して上がって、アルフィーは12セクションクリーン、グッジョブ。ちなみに弟はエンディングライダーになりました。さあ、続いてスタンバイをしているのは誰になりますかね。さあ、ゼッケン257番です。
つけているライダーの皆さんは青の三角マーカーのこのセクションという表現の中に入っているんですが、最後一点足をついたようですが、そのマーカーがあるところ、この三角粒子があるところは三角の焦点と焦点の中を通らなくてはいけません。さあ、レンジグラン初めてこの日本にやってきました。同じラインを通りながら、さあアウトしていきました。レンジグラン選手は1点で通過。ナイスファイト。さあ、こちらでは同じようにおそらく青いゼッケンのライダーが今スタンバイをしていると思います。青のゼッケンが一番最初にスタートをしているのでね。さあ、今セクション入っていきました。この後はウーマンクラス、そしてトライアル GT クラスという2つのクラスがやってきますが、紫はウーマンクラスで、赤いマーカーは赤いインクの2つに三角のマーカーは一番上の GT クラスが通るエリアということになります。さあ、ヒュームカー2つ目、そこから少しラインを変えまして、フロントをヒュームカーの角に当てて、うまい。ロドニー・ベライターもまだここまで足はついていないようでして、オブザーバーさんのその札は0点。さっきもちょっと話をしましたけれども、ここはおそらくクリーンセクションと言われる、比較的あのライダーの派手な動きを見せられる、でしかもいい感じで0点でいける可能性が高いセクションということになりました。どうもどうも、終わって、マインダーさんがですね、カモンカモンと言ってますが、さあラドリーはクリーンで通過、ナイスクリーン。さあ、どんどん入っていきますね。もしかしたらちょっと時間が足りないのかな。各ライダーですね、1周目、2周目、この時間2時間以内に1周してきてくださいよ、12セクション走ってくださいよということで決まってましたら、これ最後の12セクションなので、もしかしたらその1時間57分くらいかもしれない。そうすると自分の持ち時間の中で走りきらなくて、おっと今ちょっと右足をつきました。走りきらなくてはいけないので、ちょっとここが難しいんですよね。エミル・マテルス2回もこらえられています。世間272番です。比較的こう長身の、ね、ライダーですから、うまくその足、膝、肘、そういったところを使って、はい、滑らかに上がってきています。ここで見て、あっと今アンダーガードに引っかかっていますが、今ちょうどフロン前のタイヤと後ろのタイヤの間のね、ガード、そこの部分をしっかり開けて修正をしてきました。ここまで1回足はついてますが、限定は1。さあ、エミル、ここまでいい感じできてますよ。最後これ切り株を2段うまくですね、あんまり力入れていっちゃうとうまくいかないので、エミル・マテウス選手12セクション1点で通過、ナイスファイト。ふわっと乗っていかなくちゃいけないのがちょっと難しいんですけど、今日かなりいい天気なのでね、ちょうどこの丸太側に、いる皆さんには金網が間近のちょうど上にあるのをご覧いただけるかと思いますが、これがあることによってタイヤが通ってくるんですね。私今、竹井雅也選手が行きましたか。日本の全日本トライアルという選手権を戦う IA スーパークラスホットライダーです。約20年しかいない、日本に20年しかいないその精鋭のライダーです。今回はスタッド観戦ということで、今シーズンもですね、この日本グランプリに出てきてくれています。さあ、正面に今高い、もうそれこそ80センチぐらいあるでしょうか。ライドまだいける。さあ、バランス今取りました。さあ、最後丸太、時間は十分ある。去年の最終戦の丸太を見ている感じもしますが、ナイス武井選手、ナイスクリーン、グッジョー。
っていきますね。続いてこの第12セクションですが、ラストライダーで入っていきます。フロントドルの監督に上がっていく。フューチャーの間、コンクリートをちゃんと蓋を取ってるんでね、安心して登っていけるというところもあると思います。大魔絶景237番のミロス・ジズノフスキー選手がやってきています。彼もその爆発したチームに入ってね、かなりこれストリングトレーニングを積んできてライダーの一人、ポーランドのライダーなんですが、はい、ほぼほぼ時間をスペインで費やしています。さあ今ここまでいい感じでやってきてると、ここは時間は十分ありそうだ。このままクリーンでいけるか、一回も足をつかずにいけそうだ。ジズノフスキーナイスクリーン。今マインダーさんからもその走りを助ける方がもう一人同じ実験番号をつけてるんですが、ガッツポーズを、はい、見せました。さあ続いて白川選手がいるのかな、もしかして。全日本トライアル選手権の本当に7年のですね、トップライダーです。その全日本トライアル選手権には国際 A 級、国際 B 級という国際ライダーのライセンスのライダーがいっぱいいるんですけれども、柴田選手はその上、国際 A 級スーパークラスという、はい、さっきの武井選手と同じね、その少数精鋭20人しかいないそのライダーの1人です。さあ、いい感じだぞ。最後、うまく体を使って柴田明選手、ミニマム1点で通過。ナイスファイト。さあ、続いて同じTRRS のライダーが続いていくようです。ジャランダクラスの選手を目指したでしょうか。ジェリーセクションです。一つ目のピンコさんで今ちょうどアンダーガードが引っかかって、ぜひ左側で右側で今上げていきました。こういうのが一つテクニックです。そして斜めに置かれました、そのキューブさんもですね、降りまして、さあ正面に 1.5 メートルぐらい、そこを直角に上がっていくフロントの位置を今マインダーは示しました。ちょっと右にそれをしましたが、うまく上がっていきます。この12セクションはいくつかのキューブさんの中にですね、春を出した秋冬のデザインがされた、はい、感がありますね。それでちょっと季節を感じています。さあここまでイアランド選手はミスはどうやらないようだ。最後ここもうまくこの切り株を切り抜けていってくれ、まっすぐいった、ナイス、ナイスクリーン。さあとこうなるとやっぱりね、今青いマーカーのところを通っているという話をしたんですが、ちょうどこの丸木の方に、丸太の方にいらっしゃる皆さんは赤いマーカーがどこにあると思うと、さらにもう一つ高いところにあるのでお気づきだと思います。赤いゼッケンのライダーたちが来たらちょっとまた注目をしてください。さあ続いてはパウディナレス選手がいきますね。さあこのライダーもですね、将来おそらく近い将来スペインを背負っていく若いライダーの一人です。上のコーチに来て、まあね、ここで行うことになると思いますが、おっと今ちょっとリアタイヤが2つ目のビューボタンで滑ってしまったんですが、このバックは OK です。さあリアタイヤ上がった、ここから焦らずにいきます。さあここまではミスはないです。ミスはない。そして70センチぐらいからそのまま次の1メートルぐらいの上に飛びついて、
ちゃんとパワーをかけていく。さあ最後丸太ゆっくり上がってパワーで投げてフィニッシュクリーン。ナイスキー。さあもうここまでほぼほぼ1点減点とか、クリーンとかが本当に続いてますね。さあ次のライダーも今入っていったんですね。さあ続いては阿部君235、300秒の選手が今入っていったようです。現在このトライアル中のクラスなんですが、この後やってるまでになりますけれども、ゼッケン299のソンドレ・ハガ選手が前線2点で圧倒的な強さで今リーディングラップを刻んでいます。そして2番手がガエル・ザタミオ選手9点、3番手がアルメルサレ選手10点、4番手がアレックス・タカレス選手10点、5番手がマティア・エスプレアミコ選手12点ということで大激戦。減点は1点。ノルウェーからやってきましたサンドラ選手、ここをうまく体使って1点で通過。ナイスファイト。ちょっと本人は悔しいかもしれないですね。0点で通過できるのがいいんですが。さあそして宇治川選手がやってきていた。今シーズンは新しいウェアね、はい、来ましていい感じです。めちゃめちゃヘルメット黄色にしたくていい感じ。さあ続いては同じくガスガスのライダーが今一つ目のビューの間に上がっていきますよ。ここから二つ目このまま行こうとしているのかな。あいやいやリアをちゃんと上げまして、設計171マルコネスポーツです。さっき私10セクション担当してたんですよ。かなり綺麗に絶席いってました。線の細いライダーではありますけれども、力強さはね、そのライディングの中にはある選手です。日本でも結構何回も来てて、おお、ここそのまま行く。さあ、気合入ってるぞ。ここまで、ミスはない。そして、丸太の右側からゆっくり行って、丸太選手、ナイスクリーン。ブチャー。おー、笑顔出たもうこれで2ラップ、2周終わっているライダーが多いので、あーよかった、今日の仕事は、僕の仕事は終わりっていうところで、やっぱりね、練習ってこの最終のテストに決めたいっていうのはあると思うんですね。さあ、続いてのライダーが入っていってますよ。続いてはデッケン221が入っていってるかな。そうですね、バビエ選手が入っていっています。デイビッド・バビエ、こうやってジャンプをしながらですね、リアタイヤの位置を、マシン全体ですよね、修正して、今ちょっとだけ左側にマシンをリアタイヤを設置したんですが、そして上げて実はフュール感が上がりやすくしていくというのがテクニックです。ここまではいい感じで来てますよ。そしてうまく上がっていきます。ここそのまま飛びついて次どうするか。さあここも一呼吸置いて2つ目の1メートルのようにも上がっていきました。最後もうミスなくいきたい。フロントの位置ちょっと右側に指示をされましたが、ゼッケン221しっかりと上がりきりました。デイビッド・ファビアン選手、さあやっぱりちょっと時間 の, そのコントロールがあるんですね。さあ宇治川聖也選手が入っていきました。第12セクション、うわー飛びついていった。さあリアタイヤだ。
ギアしっかり上げていて、今シーズンからこのヤマハのですね、TYE という、ゼッツ、一番新しい電動バイクのマシンに、ね、乗り換えてきました、この藤川選手です。新しいチャレンジ。ただ、乗り方というところでは、おそらく藤川選手には合っている。ですから、そういう新しいものに対してですね、合わせ込みっていうのが、この藤川選手は速い、うまいと思うんですよね。さあ、ここまではいい感じで来てますよ。今、前提がないですか。しっかりとフロント当てて、リアタイヤ上がった。OK!そしてここから一旦下にマシン降りて2つ目飛びついたぞー。おー、これ余裕あるぞー。最後行きますよ、バルタ。ここは大丈夫でしょう。去年の最終戦でも同じようなセクション通ってきている。バランス左足で取って宇治川聖也、12セクション、ナイスクリーン、グッジョブ。さあ、綺麗に今走り抜けてくれました藤川選手です。日本を代表する若いライダーの一人。さあ、そして続いては黒山健一選手、今入っていきました。同じヤマハの TYE のマシンを使っていく。ただ黒山選手は昨シーズンからこの新しいチャレンジをしている。そしてこの黒山選手がこのマシンを作ってきました。一番よく知っているのが彼だと思います。最初は本当に苦労したと思うんですけれども、それをですね、もう今は自分のもう本当に手足のようにトライアルのレースの本当に名前の通りしっかり人馬一体といいますか、こういうのが強み。さあ皆さん、最後拍手の準備お願いしますよ。ゆっくり綺麗に上がって黒山選手、12セクションクリーン、ナイスクリーン。ちょっと首をひねってらっしゃったのは、もうちょっとなんとか入ってくる音なんですかね。さあどうぞ拍手をください。1日目終了です。さあ続いて今度は同じく水色のゼッケンのライダーが入っていくのはドラセッティングという入ったね。小川選手も同じく日本を代表するトライアルライダーの一人。今回もですね、同じもうトップライダーでありますけれども、磯村選手がね、マンダーに来まして一緒に戦ってます。やっぱりその現役のライダーがこうやってついてくれるっていうのはね、お互いにどこでどう声をかけたのか、そういうのがね、アウトコンプだと思うんですよね。さあここまで小川選手もミスはありませんよ。さあ拍手の準備をお願いします。データのマシンを今しっかりとゴールまで持っていった。小川選手クリーン、ナイスクリーン。268カルダールレットラビード選手が入っていきました。イタリアの若手ライダーの一人ということになります。ラビーノ選手は今結構さっき上の方にいたんですよね。あ、ちょっと崩れちゃってるかな。24。さあここは最後ミニマムで決めていきたいところ。さあフロントの位置が指示をされまして、ここは余裕だ。カルロ・アルベルト・ラビーノ選手1点で通過、グッジョブ。
ゼッケン253でしたね。松見優先生が今、2つ目のエリアまでやってきました。結構ここはね、四角い岩が無造作に置かれている、そういったセットになっているんですが、ここをまずは1つ目、ここから飛んでいきます。方向を変えながら、そしてどうやら余裕があるそうですね。さあ、ここまで前転はありません。最後、左足バランス取って真ん中を通り抜けていきました。マックミル先生、シュークリーン、ナイスリーフ。結構もうクリーンセットになっているのであれですけど、ライダーたちはまだちょっと6とか7とかにいるライダーがいるんですね。さあ続いてはカウマンディリス選手が入っていきました。さっきちょっと10セットのところで話をしたんですけれども、パウ選手は緑の、ね、ウェアの印象がすごく強いので、この RFB の黄色赤の着ているのを見るとちょっとこうまだ目に慣れないんですけど、まあ、うまいライダーの一人ですよ。さあまずはこのステア、段差のある四角い岩、そしてヒューム感を越えていく一つ目、そしてそこから方向を変えて飛びついていきます。リアタイヤしっかり今アクセルを上げて飛び移っていきます。最後丸太、丁寧に上がっていきまして、パウマルティネス選手クリーン、ナイスクリーン。211ライダーが入っていきました。今ハリー・サワナー選手は14番とちょっと増えてるかなという感じがしますが、最後はうまくまとめていってほしいところ。1つ目のフィルム感のなり方が上がりました。やってこのフィルム感なんですけれども、中川フィルム感工業株式会社さんという地元にね、支社がある、はい、地元の会社さんがですね、このフィルム感を、はい、スポンサードしてくださってまして、さあ今ちょっと足左足つきましたけれども、ミニマムで行きたいところなので、ここからの修正、マインドの部分、そして体力も含めてなんですが、もうこれ最終2マス目ですからね、限界に来てるっていうのは間違いないんですが、あでも要はマインダーさん、アシスタントさんとしっかりと話をしながらですね、いけてるようなので大丈夫そうですね。さあここも余裕がある。さっきほどちょっと入り口あたりで一回足をついたので、その分がちょっともったいないところではありますが、ハリーターナー最後マルタ超えていきました。いってーグッジョーブ。さあそして続いては今表彰台候補の一角ガールサダミューが行きます。いち早くですね、彼もともとトライアル2の、まあ、いわゆるバレンシアのライダーだったんですが、いち早く電動のバイクに切り替えまして、そして、まあ、海外の、ね、その電動のクラスがあった時にも、優勝を重ねてですね、今シーズンは日本に久しぶりに8年ぶりに戻ってきました。そして今ソンドレが2点減点ぐらいで来てるんですが、2番手9点減点ぐらいで最後のセクションにやってきている。もしかしたらソンドレとソンドレの電気バイク、そしてこのガイルも電気バイク、日本でトライアル世界選手権の歴史が変わるかもしれません。彼らがもしかしたら電動のバイクでその日世界一にも導くかもしれない。さあガエル、いい感じで来てるぞガエル。さあ今クリーンだー、グッジョーブ。
る。今ちょっと暫定ですけど、おそらく表彰台は手に入れた感じなんじゃないかと思います。さあ続いて実験250番です。ヘラルド・クルエバが行きます。クルエバ、おお、ふわっと綺麗に上がっていった。そしてヒュームカーもですね、難なく通過をして、結構ペース早いですね。うわ、今マリタ側で見てらっしゃる皆さん、よくあんな1メートル50ぐらいでいけるなと思うと思うんですけど、あの斜めのですね、岩、きっかけの岩があるので、まず、おー、余裕あるぞ。最後うまく決めていってほしいところ、トゥルエマ選手綺麗に行きまおう。今ちょっと一瞬バランス崩したけど、クリーン、ナイスクリーン。さあ続いてスペインのこの RF 読みをショットライダーがやってきました。レッケン224番アレックス・カノレスが今セッションを入っていきました。まあ、ここも綺麗にですね、三角のこのきっかけの岩を伝えまして飛びついていきます。1つ目のビームカーン、リアタイヤを最後上げていくんですが、おお。2つ目、そしてこのビームカーンもですね、閉じられてますのでフロントタイヤを当てて、さあここは綺麗にいきました。そして50センチぐらいの助走を取りまして、さあここも余裕だ。最後しっかり丸太の右側切り株を気にしながら舐めるように上がっていってアレックス・カノレス12セクションクリーン、ナイスクリーン。さあこれでカノレスも今マインダーとハグをしまして1日目終えていきます。さあ続いて野崎文隆選手いきますよ、12セクション。さあ野崎選手も今シーズンからも、おー、上手。この12セクション来ていますけれども、今シーズンからですね、新しくこの電動バイクにチャレンジをしてきている、パワフルにマシンをこう操るライダーではあるんですけれども、さっき10セクションのところでちょっと話をしましたが、パワフルな野崎選手のライディングと、そしていろんな意味の繊細さも求められるこの、ね、電動バイクがうまくマッチしてるんじゃないかと思います。さあここまではいい感じで来ている。そして最後丸太やってきました。さあ皆さん拍手の準備よろしくお願いしますね。丸太しっかりと走り切って野崎文隆選手クリーン、グッジョーブ。さあ続いてはこちらも表彰台候補の一角、アルノーファール選手が来ます。219、彼もかなりですね、こうしなやかなライディングをする、しかもテクニックをかなり持っているトップライダーの一人です。アルヌーは今何ポイントぐらいできてますかね、ちょっと待ってくださいね。さあまずは1つ目、ヒルミさん、アルヌー今5番手なんですが、4番手のジャック・ピン選手、3番手のアレックス・カナルス選手と5ポイント差、十分に、まあ、カナルスはもう終わりましたけれども、ジャック・ピンまだ来てませんから4位とかの可能性っていうのは大きにあると思います。3番手はちょっともしかしたらカナルスがこのままもう終わってますから厳しいとは思いますが、さあなるべくポイントを多く取って明日につなげていきたいところ。さあここまでミスはないようです。最後一旦この丸太の入り確認して、今丸太の頂点に目が行きました。丁寧に丁寧に行きましてクリーン、ナイスクリーン。アルヌーファル選手12セクションクリーンですが、これで今日の競技を終えていきます。さあ続いてスタンバイをしているのはゼッケン247番です。
します。フレアピーコ選手もまだ若いライダーですが、結構ですね、こういう今時の走りというか、そういう走りをするライダーなんですね。今時っていうとあれですけれども、結構こうマシンを、まあ、振っていくというか、ジャンプとかエアターンとかそういうのを結構使っていくようなライダーです。さあここから綺麗に上がっていくか。そして一旦降りましたね。さっき内川選手も確か降りたと思うんですけど、ここから直線的に今1つ目のステア、2つ目フロントを浮かせたまま降りていく。さあこれいい感じでクリーンコースできてますよ。マティアス・プレアフィコ選手しっかりフロントまずは丸太の一番下に当てまして、ちょっとだけマシンのフロント位置を左側に持ってきました。そこから上がっていってスプレアフィコ、ナイスクリーン、イエース。さあガッツポーズを見せました。さあそしてもしかしたら299このフォンドル原選手が電動バイクに今シーズン乗り換えまして、そして世界選手権で電動バイクが優勝をする、まあ、電動バイクのクラスがなくなってこのトライアル2になって電動バイクのライダーが優勝する、それをですね私たちは見ることになるかもしれません。2番手のガイルはもうすでに終えています。ここまで今私が見ている範囲ではフォンドルは2点ぐらいで来てるはずです。あ、3点で来てる。ってことはここを5点でいっても優勝はもう勝ち取れるということになります。さあ最後ウィーニングランになるのかどうなのか、歴史が変わるぞ、日本で歴史が変わる。さあ最後丸太上がっていく、ソンドレ12セクション、ナイスクリーン、カンパチュレーション、暫定ね、暫定、はい、ナイス。これは皆さんいいもの見たんじゃないですか。さあ続いて、ただライダーたちはどんどんやってきます。自分の順位を一つでも上げていくためにゼッケン217番のハリー・ヘミングウェイ選手がやってきました。トライアル3クラスのチャンピオン王者になりまして、そしてこのトライアル2に参戦をして、ちょっとあとはアクシデントがありましたけれども、その中でですね、まあ、できるだけ三笘をして200秒でやってきている、このイギリスの若いライダーなんですけれども、ゆっくりですね、イギリスを背負っていくことはもう間違いありませんので、ぜひ、名前とかあとはこの走りの印象、そういったところを見ておいてほしいなと思います。さあハリー最後の丸太までやってきましたよ。今日の自分のミスは明日取り返すしかないんですが、最後上がっていってハリー・フェミングウェイ、ナイスクリーン。さあこれで1日目の競技を終えていきます。ちょっと悔しいよね。そうだよね、はい、もう自分のミスでちょっと全然増やしちゃったのでね。さあそしてビニー・グリーン選手がいきます。このスコルパの赤い、ウェアをまといました。ゼッケン214、もうイギリスは本当にですねライダー層が厚くて、このライダーもイギリスのライダーです。なんなら世界選手権今シーズンイギリスのライダー、その上のクラスとかも含めて来てるライダー少ないんですけれども、世界選手権で上位に入るよりもイギリス選手権で上位に入る方が難しいぐらい、そのぐらい、実はですねイギリス選手権はもう層が厚いんですね。さあここから飛びついていきますね、まあ、余裕だ、ここはちょっとアップぐらいな感じ。さあビリーグリーンは最後の丸太にやってきた。さあビリーも右側のライン、丸太をきれいに舐めながら、ビリーグリーン12セクション、ナイスクリーン、グッジョブ。さあこれでビリーが終わったというところで、トライアル2クラスはもしかしたら全員来てるんですかね。ちょっと私の見てるスコアのやつでいくと全員来てるかどうかわかんないですけど、多分来てると思います。あとは今度はトライアルウーマンのクラスと、あとはトライアル GP のクラスがやってきます。ちょっとご案内をしていくと、トライアルウーマンのクラスはこの今12セクションで見ていくと、紫の、四角い白い字に紫の三角がついている場所がいくつかあると思うんですが、ウーマンクラスはそこ、あ、そうだ、
ウーマンクロスはそこの矢印の頂点の内側と内側を通らなくてはいけません。だからウーマンクロスはここを通らなきゃいけないということですね。はい、でそれ以外マーカーがついていないところは基本的に他のクラスのマーカーのところを通らなければどこ通ってもダメということです。だからさっきの青い線のクラスは水色のあのマーカーの中を通っていったんですけど、これから来る一番上のクラス、世界で一番上のクラスはあの赤いマーカーの三角の間と間を抜けていく。さっき外側のペア、あと石の重なりのところに行ったと思うんですけど、アンさん、今度は赤い方のこれから来るトライアル GT クラスが来ますから、あまり高い、あ、もう来てますね。あ、まだ、トライアル2のクラスが、はい、来ました。ラストピースでしょ、皆さん。ということになります。で、ここからまた暑くなってきますから、熱中症対策しっかりお願いします。水分補給、塩分補給。あとは、こまめな休息取ってください。よろしくお願いしますね。さあ、どうやら最後のトライアル2のライダーになりそうです。さあ、じゃあ、ついていただきますよ。ジャック・ピース選手は表彰、今4番手、ちょっと11セクションの状況がわからないんですけど、あ、でもこれでいくと4位か、最大今4位なんですけど、あ、足つき2回やったら4位が守ります。ただ3回ついちゃうとアルヌーパレ選手が4位に戻っちゃうから2回まで、まあ、もちろんクリーンでいきたいところではあると思います。さあ、このライダーもイギリスのライダー、さっきからもうずっとイギリス続いてると思いますけど、そのぐらいイギリス選手権は層が厚い。さあ、ゼッケン276、ジャック・ピース選手、今スタンバイ。3点差、さあ、守れるか。さあ、セクションイン、まずは1つ目の三角のコンクリート、そして2つ目、ここから飛びついていきます、そのまま。助走できないか、今、すごい、フロント、しっかり上げてきました。このピンさんもね、真ん中さんと埋まってますから、大丈夫です。リズムよくいっている。もうここ同じデッキをつけてるマインダーの方が見てあんまり見てないってことは全然余裕だってことです。彼らにとってはね。さあ、2つ目の岩のセクションいきますよ。シェアいきますよ。ここは三角の岩が手前にあるのでちょっとだけ助走を取ってフロントをちゃんとしっかり当てて上がっていった。そして段差50センチぐらいですかね。フィームさんに下がって飛びついて、あ、ここは方向を変えていくぞ。さあ、ここまではノーミスできてる、ノーミスできてる。4位守れるか、暫定4位守れるか。ジャック・ピース最後絶対先週も世界選手権みたいなものを戦ってきてるので疲れてるはずなんですけど、ジャック・ピースは最後12セクションクリーン、ナイスクリーン。暫定でおそらく表彰台が一歩届いてないとは思いますけれども、明日に向けてはいいスタートになったと思います。グッジョブ。